飛行中のシルバー・ダート・アイディアル・エクスペリメント・アソシエーションは、グラハム・ベルの指導の下で1907年9月30日に設立されたカナダの航空の研究グループである。1900年代後半に、北、アメリカで公開での飛行実験を行った。トロント大学を卒業したエンジニアで、ベルの秘書の息子のジョン・マカーディという人のフレデリック・ボールドウィンが、 ベルと航空についてのアイデアを話し合ったとき、ベルの妻が3万5000ドルの資金を提供することを提案して、協会は創立された。オートバイのデザイナーで、ガソリンエンジンの専門家のクレン・カーティスを雇った。カーティスは、ライト兄弟を訪れたが、ライト兄弟は協力して航空機の開発することは望まなかった。AEA は、政府の関心を引き、公式のオブザーバーとして、 トーマスセル・フリッチが派遣された。1908年3月12日、レッドウィング号が飛行し、パイロットのフレデリック・ボールドウィンは最初に飛行に成功したカナダ人となった。続く、ホワイトウィング号は昇降打を装備した。ワク号は公開で 1km を超える飛行を行った。ただし、ライト兄弟は1904年にすでに 1km を超える飛行を行っていた。 1908年に製作されたシルバー・ダート・号は、1909年2月23日に、マッカーディの操縦で、氷結したブラスドール湖から飛行し、カナダにおける最初の航空機の飛行となった。1909年3月10日、ジョン・マッカーディは周回飛行で 32km を超える飛行を記録したが、これもライト兄弟は1905年時点で達成していた。 8月2日にシルバーダート号は同乗者を乗せて飛行した。ニューヨークのハモンズポートでカーチスの水蒸気の開発が行われ、これは1910年3月のフランスのアンリファーブルのファーブル水蒸気の飛行に先んずるものであった。1909年3月31日、協会は解散した。ありがとうございます。